はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はですね、白猫プロジェクトというゲームを、スマホのアプリですね、 Android です、やってみようと思います。こちらの方ね、以前からリクエストの方をいただいておりましたのでね、とりあえずお試しでやってみようと思います。再生数、高評価が伸びるようでしたら続けていこうと思います。今ね、ちょっとケリ姫以外はね、なかなか伸びてない状況なので、伸びるものを作りたいんですよね。なのでいろいろ試していきたいと思いますので、はい、それでは行っていきましょう。初見です。全くやったことないんでね、どういう感じかな。データのダウンロード時間かかりそうなのかな、これ。ずっとずっと昔のこと、始まった。遥かな天空に浮かぶ美しい王国、その玉座で丸まる気高き白猫に、泥にまみれた黒猫が恋をした。それが全ての始まり。ほう、この子が主人公かね。黒猫が敵なの。うん、時間かかるかね。ポニコンの使い方を見ますか。はい、わからないようにしてください。画面をタップで攻撃。敵をタップするのは待つ。なるほど、俺しちまいそうだな。おお、画面のどこでも反応します。やってみよう、とりあえず。あ、これで移動。あれ、何今の。おお、移動はスムーズだね。で、これでこういう。ほうほうほう。了解。スキルの使い方を見ますか。はい。ああ、さっき間違えて使っちゃったやつ。あれ、スキルだったのか。ここで。おお、ってやられてる俺。もちろんこれは最初だから使い放題なんだよね、これ。スキルっていうぐらいだから TP みたいなもんがあるんだろうな、もしくは MP。誰、ほーって言われても。俺こそほー。そんな、え、何もしてないぞ。ごめんなさい。なぜ謝る。さよならかい、会ったばっかりだろ。今のは数万年前の話ってことだ。
わざわざ回転して登場しなくても。かっこつけたい女子ごろか。まあ気持ちは分かるね。長い船旅だったな。飛行島、今度こそ。お前、この島の人間か？俺は帰る、冒険家だ。悪いんだが、近くの村まで案内してくれないか？助かるよ。それじゃあ行こうか。俺はうんとも言ってねえぞ。進めばいい。木の実が落ちた。慣れれば快適に操作できそうだな。これなかなか操作性はいいような気がする。キャンセルってどうやるんだ。顔まで出たよ。ボスがいきなり。グレイルジャガー。グレイルジャガー。なんでこんなところに。赤髪、手を貸せ。ケチラッソ。あ、SP 不足ですけど。SP か TP とかじゃなくて。やったぜ！なかなかね、操作性はいいですよ。燃焼とか。次行けばいいのかな。やれやれ、到着早々手洗い歓迎をしてくれる。そんな強くなさそうだった。お前、いい腕してるじゃないか。どこで剣術を学んだんだ。独学？へえ、冒険家志望か。筋も悪くないし、きっといい冒険家になれると思うぜ。と、そういえば名前をまだ聞いてなかったな。ここはマフロット入れておきましょう。規約に同意します。冒険家らしい名前だな。そうか。よろしくな。ふざけた名前だと思いますがな。よし、移動だ。早いのね。もう少しで蜂蜜のパイが。あら、この方は？蜂蜜のパイうまそう。カイル・ハイトランド、冒険家だ。私はヘレナ、すぐそこの酒場で働いています。酒場、それなら話が早い。飛行島、もしくは古代人の噂を聞いたことはないか？飛行島、古代人？約束されし最果ての地へと人々を導く天空の船。長い間この島に住んでいるけれど、聞いたことも。そうだ、バロンさんな
ら何か知っているかもしれません。その方はどちらに？村の北の工房です。案内して差し上げたら？悪いな。それじゃあすぐに向かおうか。おい、あのカエルさん。よろしくお願いしますね。あの子、昔からずっと冒険家になるんだって聞かなくて。きっと本当の冒険家さんに出会えてとても嬉しいんだと思います。了解だ、任せてくれ。いきなりまた戦闘に行くのか。俺以外の冒険家と協力して戦ってみるんだ。これは他に動かしてる人がいるっていうこと？悩むな。これはみんな一緒だよな、この辺はね、きっとね。じゃあ湯たんぽさん、どういう動きしてくれるんだろう。本当にプレイヤーなのか。行こう。間違えた。使っちゃった。使いたくなかった。やべえ、本当に敵をやってしまうそうだ。こんなポンポン使っていいの？もう SP ねえな、これ。どうせね、上限があるだろうからね、ちょっと慎重に行かせてもらいます。これはとりあえずストーリー見るだけかな。これは間違いない、古代史だ。こんな一面に自生しているなんて。そんなにいいものかな。売りさばこうぜ。この地はルーンの影響を色濃く受けていて、潤沢なソウルがないと育たないんだ。ルーンもソウルも知らないのか。よし、知りません。それじゃあお前にルーンの使い方を教えてやるよ。ありがとう。パーティー、
ほうほう、なるほど。ファイナルファンタジーっぽいね、これね。セブンだったっけ？マテリアでしたっけ？違う、テンか。この、あれは。忘れちゃったけど、とりあえずコンボ。腹が溢れる！ここもこう。腹が溢れる！あ、ソウル不足してるって。ソウル20いるってことか。なるほどね。こっからどうやって戻るんだこれ。あ、これか。よし、時間的にもう一個やって終わりぐらいかな。やってみましょう。とりあえずちょっと助っ人なしでやってみようか。行ってみよう。衰弱。下のあれも表示されてない。あ、壊してもなんか。
誰かと思えば、それに…これウィズの使い回しじゃないんですかね。同じ会社ですけど。冒険家のカイルだ。あなたの島で一番の物知りだと聞いてきた。ほうほうほう、いいだろう。何が聞きたい？飛行島か。残念だが教えられるようなことは何もないな。教えられるようなこと？引っかかる言い方だね。ん？その金槌に刻まれているのはひょっとして古代文字か？読めるのか？その形からするとおそらく旧王朝時代の遺物だな。マーケットへ出せばガレンを一石買える値段がつくんじゃないか。お前さん、ただの冒険家ではないようだな。あなたこそただの鍛冶屋じゃなさそうだ。島の北端に小さな遺跡がある。お察しの通り旧王朝時代のものだ。道中凶暴な魔物の住む深い森を越えねばならんから、村の者はほとんど近づかんがね。冒険に危険はつきものさ。ありがとう、行ってみるよ。待て、お前も一緒に行くつもりか？落ち、まったく嘘が下手なやつだ。ついてこい。日は乗らんが剣を打ち直してやろう。お前にもしものことがあってはヘレナがかわいそうだからな。ウィズのバロンさんより話が分かれそうだ。ガチャショップ。ガチャを回せる。にゃにゃーん、武器ガチャへゴー。なんかくれるって。何くれんの？普通のレアだけど。ベノムレイピア。どこか。当たりなのか外れなのかわからんな。とりあえずパーティてるって放り込んだだけじゃないか。はい、これも当たり外れあるのかな。リセット、リセマナとかあるのかね。まあ分かりませんけど、とりあえず今日はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。